介したいと思います。弊社はですね、KDI クラウドプラットフォームサービスを提供するのに、クラウドスタックを採用しているんですけれども、クラウドスタックそのものにはですね、専用サーバーを作り込む、機能はなくてですね、ここはの KDDI の方で、作り込みをして、お客様専用サーバーが作れるようにしています。従来であればですね、従来の弊社のサービスも含めて専用サーバーを作るためには、通常、5営業日とか15営業日とか時間をもらって、個別に手作業で作成をしていたんですけれども、弊社のこの EaaS では、オンデマンドのセルフポータルで、もう本当に1分2分の世界で専用サーバーを提供することができるようになっています。ここはちょっとクラウドスタック 3.0 独自と KDDI の比較表を載せています。すみません、次にお願いします。で最後にですね、活用事例をご紹介したいと思います。まず、弊社はですね、この EaaS を使って医療クラウドを提供しています。医療の世界というのは非常にセキュリティが厳しい世界なんですけれども、ワイドエリアバーチャルスイッチのイントラと、専用サーバーを、提供することによってですね、医療向けの、ソリューションというのを提供しています。次お願いします。続いて、au スマートパスというコンシューマー向けのサービスがあるんですけれども、その中に au クラウドというサービスがありまして、お客様がですね、撮った写真をクラウドに保管できるというサービスなんですが、こちらにもですね、クラウドプラットフォームサービスを利用しております。で1枚めくっていただいて、利用したの、このサービスを使っているのは非常に会員が増えるスピードが速いので、ウェブサーバーだったりですね、ストレージの、拡張が安易だということで、この EaaS を使っています。続いて、弊社のお客様の事例なんですけれども、大手製造業様で、東日本大震災を契機に、BCP 対策 を取られたお客様の事例になります。で1枚めくっていただきまして、でこのお客様は、お客様のオンプレにある業務システムをクラウドに持っていくときにですね、クラウドに持っていくものと、あと弊社のコロケーションでプライベートクラウドを作られるものというのを、分けて、業務システムのミッションクリティカル度合いによって分けて、採用しておりまして、弊社のですね、コロケーションのところにはミッションクリティカル性が高いもの、でクラウドサービスには情報系システムを置くような、構成をしておりまして、お客様のミッションクリティカル、お客様の業務システムの要件に応じて、コロケーションや、クラウド、そしてですね、イントラネットを、同時に提供できるというのが、KDDI のサービスの一つの特徴になっています。以上です。はい、ありがとうございます。はい、今ですね、ちょっと最初の方、音声がですね、聞こえなかったというご連絡をいただいております。少しですね、NTT コミュニケーション林様の、プレゼンテーションの方ですね、音聞こえなかったと思いますので、この後、IGC フロンティア梶本様の、ご発表の後にですね、ちょっと要点をまとめて、最後ですね、お伝えさせていただきたいと思います。はい、大変失礼いたしました。それではですね、そっちに IGC フロンティア、梶本さん、よろしくお願いします。ディスプレイの方の。今までこんなに真面目な感じでやってると思ってなかった。そうですよね。私もちょっと今日正直驚いてるんです。今までね、実際そんなに真面目にやってないけど、今回はちょっと最初のテレビからやってみてます。ちょっと KDDI さんと NTT コミュニケーションさんだったんで、結構真面目に資料を作られるっていうのは予測しておくべきですね。そうですね。そこはやっぱりちょっと読んでも前提にとらわれてない。はい、はい、じゃあ IDC フロンティアの、サービス開発部でサービスクラウドサービスの担当してます梶本と申します。よろしくお願いします。じゃあ IDC フロンティアのクラウドサービスなんですけども、
まあ、クラウドサービスの本質をもう一回ちょっと考え直したところですね。やっぱりお客さんにとってクラウドってどういうものなのかって、やっぱ自分が持ってる課題をちゃんと解決できること、やっぱりそのサービスがちゃんと動かないといけないこと、あと加えて、まあ、やっぱり何かそのサービス運用するときに困ることって必ず出てくるので、まあ、それはやっぱ解決策を、まあ、すぐに提示してくれること、こういうことだと思うんですね。だからもう結論書いてますけど、やっぱり使ってくれる人が楽になるサービスじゃなきゃいけないと思ってて、でやっぱりクラウドっていうとちょっと分かりづらいんですけど、実際やっぱ運用委託なんですね、インフラの。なのでやっぱり今後そのクラウドがこう増えていくと、やっぱりそのお客さんがこう使っていくサービスっていうのがどんどんこうレイヤーが上がっていくことで、サービス自体をこうどんどん事業者に任せていくことになるので、そこでやっぱり必要になってくるものって何なのかなと思った時に、IDC フロンティアの強みとしては分散とメガスケール、この2つかなというふうに思っています。でまあ、じゃあ分散とメガスケール何なのってことなんですけど、すみません、で一つはですね、やっぱりクラウド化が進むと、その、まあ、重要なインフラってどんどんこうクラウドに乗ってくるんじゃないかなと思ってまして、でそうすると最終的に必要になってくるものって分散なんじゃないかな。分散って言って何なのって言うと、やっぱりリスクの分散だと思うんですね。で、まあ、震災もありましたし、電気が止まったりとか、そういうそのリスクって今後ないわけじゃないですし、重要なサービスが乗ってくれば乗ってくるほど結構重要だと思ってます。なので IDC フロンティアとしては、まあ、データセンター10カ所全国に持ってるんですけど、まあ、3メガデータセンターっていうふうな名前で、まあ、3カ所東京と北九州とあと白川にデータセンターを用意しています。でこの3つのデータセンターはですね、それぞれ全然別々の電力事業者を使ってますので、まあ、完全にその電力を含めたリスクの分散が出てる。結構海外の事例でそのデータセンター丸ごと止まってしまったりという事例もあったと思うんですけど、そういうリスクを考えると、まあ、こういうその電力事業者も含めたリスク分散というのは必要かなと。で加えてやっぱりその重要なデータが乗ってくるので、まあ、今後データが消えないことっていうのが最も重要じゃないかと思ってまして、まあ、こういったそのサービスの分散ストレージを提供したりすることで、まあ、お客さんにこうしっかりデータを預かって、まあ、データを消さないというようなサービスも用意しています。で、まあ、白川はですね、まあ、こういうトライアングルサービス、データセンターなんですけれども、東京と白川って結構遠いようなイメージを抱く方結構多いと思うんですけど、実は結構近くてですね、距離的には遠いんですけど、僕らは ネットワークをですね、しっかりこう自前で持って引いてますので、実は東京郊外と、まあ、そんなに変わらない 3.5 ミリセクぐらいの遅延で使えるので、うん、まあ、ほぼそのメインのデータセンターとして使ってもらうのに全く問題ないレベルだと思います。ですので、まあ、特に東京にこうインターネットって集中する傾向が多いと思うんですけど、まあ、今後その東京に置くだけじゃなくて、まあ、白川みたいなところにもサービスを置いてもらって、で、まあ、基本的にはメインデータセンターとして使ってもらうことができるので、まあ、分散するなり、まあ、例えばDR として片側拠点をメインで使って片側拠点をバックアップして使うと、まあ、そういった使い方もしていただければなと。であとはですね、やっぱりクラウドサービスですので、まあ、最もそのクラウドの特徴といえばやっぱり拡張性だと思うんですね。でビジネスはこうスピードが重要だと思います。今後特にこういろんなものがこうソフトウェアで提供されるようになってくる中で、そういったそのビジネスの課題を解決するスピードってどんどん上がってきていると思います。ですので、まあ、そういった中でこう自前でインフラを用意するっていうのはなかなか時間もかかりますし、人的リソースもかなり必要だと思います。なのでクラウドの依存度っていうのが高まってくると、やっぱり最終的にこう必要になってくるのってそのまあキャパシティだと思います。使ってる上でその限界があるインフラを使うというのは、まあ、ビジネス上のリスクも結構大きくなってくる。そういう意味で、まあ、キャパシティを重視して設計してます。で特に郊外のデータセンターを用意してますので、まあ、広大なその地域に、まあ、モジュール型のデータセンターを作ることで、まあ、適宜その必要な投資タイミングで投資をすることで、まあ、お客様に必要な需要っていうのを察らないというか、必要な時に必要なものを用意できるような、まあ、データセンターの設計をしながら、そこにクラウドを乗せてサービスを提供しているというところが僕らの強みだと。であとですね、
まあ、そういったサービスを提供してますので、まあ、お客さんにこうどういうふうに使っていただけるかというと、まあ、先ほどNTT コミュニケーションさん、まあ、林さんと和田さんの説明あったと近いんですけど、まあ、あまり今回細かいサービスは用意してないんですけど、僕らもその、まあ、一つのデータセンターの中で、まあ、パブリッククラウドでもその、まあ、セルフ型とマネージド型って2つ用意してまして、いろいろその技術者にもいろんなタイプがいらっしゃると思うんですけど、やっぱり人に相談してやりたいって方と、そうじゃなくてやっぱり自分で何でもやりたいって方と、まあ、いらっしゃると思うので、まあ、そういった方々に選択肢を用意するっていう意味で、まあ、セルフとマネージドっていう2つのパブリッククラウドを用意してます。でやはりまあビジネスがこう大きくなってきたり、あと情報システムですとか、なかなかその共有環境に置けない事情のあるお客様も結構いらっしゃいますので、まあ、例えばライセンスの問題ですとか、まあ、そういうお客様にはまあプライベートクラウドという形で、まあ、完全にその独立したハードウェアの上でサービスを動かせる、まあ、お客さんのサービスを動かせるというようなサービスを用意してますし、ゲームのジンガさんとか結構最たるようだと思うんですけれども、やはりそのクラウドで最初ビジネスを始めて、だんだんこうビジネスが大きくなってくると、どっかのタイミングでやっぱりそのパブリッククラウドだけを使うのは結構コストがかさみますし、まあ、自分たちでやりたいことっていうのが増えてくると、まあ、そういったシステムを自分たちで作りたいってことになってくると思うんです。そうするとやっぱりこうデータセンターっていうのが必要になってきて、僕らのサービス、もともとデータセンター事業から始めた会社ですので、まあ、クラウドとデータセンターと、まあ、このプライベートクラウド、まあ、この3つをまあ組み合わせて使えるようなサービスとも用意してます。まあ、ネットワーク的にちゃんと平気もでつないで、まあ、使えるようなサービスを用意しています。加えて、まあ、最近は非常にこう需要が多いんですけれども、やっぱり仮想だけっていうのはお客さんにとっても、まあ、サービスを持ってくる上でこう不安だと、やっぱり物理サーバーも最終的な選択肢として考えたいお客さん結構多いんですね。ですので、まあ、サービスに、まあ、こういったサービスに加えてこう物理サーバーも合わせて使えるようなサービスを用意しています。で、あとはまあやっぱりインフラを使っていく上でそのお客さんってその面倒くさいことをやりたくないっていうのがやっぱり大きいと思います。でそういったお客さんにはまあクラウド管理ツールとして、まあ有名なライトスケールさんですとか、まあ、スケーラーとか、あとは国内でいうと SSK さんのプライムクラウドコントローラーとか、まあ、こういったクラウド管理ツールにも僕らのサービス対応してますので、まあ、こういったツールを使って、まあ、僕らの そのクラウドですとか、まあ、クラウドの中ではパブリックとプライベート両方使い分けるとか、まあ、同時に使うとかということもできますし、まあ、加えてその Amazon さんですとか、まあ、いった他のサービス事業者のサービスも含めてこう、まあ、一つのインターフェースでサービスを提供することで、まあ、お客さんの利用を自動化できるようなツールも用意しています。というのが僕らのサービスの特徴です。であとですね、ちょっとここから柔らかい話になるんですけれども、僕らのサービス、実はお客さんにとって結構強みだと思っているのがサポートだと思ってます。うん、で、意外とこのサポートって、まあ、意外とってか使ってもらわないと分からないですし、障害があると、障害がないと結構問い合わせも少なくて、よくサポート使わないっていうことも結構あります。なんかちゃんと映ってないんですね。で、まあ、僕らのサポートってクラウド、カスタマーデスクという部署が言ってるんですけども、まあ、非常に回答が早い、まあ、他社とか調べたんですけど、まあ、僕ら基本的に問い合わせいただくと、まあ、1時間とか以内には、まあ、何かしらの回答したりとかしてるんですけど、なんでこれこういうことできてるのかなっていうと、このですね、サポートしてる彼女たちってメールを基本的には、まあ、エスカレーションしてくるんですけど、まあ、当然自分たちで答えられることは自分で答えてくれるんですけど、分かんないことってエスカレーションするじゃないですか。メールを打つと、それを見るよりも先に隣に来るんですね。席に。なるほど。こんな感じで。物理的に。そう、こんな感じ。こんな感じで、もう聞きます。で、メール送ったんですけど、見てもらいましたかって。見てるわけないじゃないですか。送ったばかりなんで。まあ、そこから入って、で、まあ、質問を受けて、やっぱり、こう、一人じゃ回答できないことって結構あるんで、そうすると、ドラクエみたいな感じでですね。一人増え、この場合だとこの席に人が集まってきてるみたいな感じなんですけど、その聞きたい人の席にこうみんなでズルズルっていくみたいな感じで、パーティーみたいにだんだん増えていって、で最後こういう感じで相談して、お客さんとどうやって回答しようかみたいなやってる。なので結構回答が早いですし、まあ中の MSP さんから聞いた話なんですけど、ちょっとやりすぎなとこあるんじゃないかって、例
確かにです。MSP でもここまではやらないですね。そうですね。結構 IDC さんちょっとやりすぎなぐらいやるときありますよね。で結構エンジニアもやっぱりそのクラウドサービスってそのまあやっぱり仮想サーバーなんで OS より下のレイヤーを提供することってやっぱ多いんですけど、やっぱ OS ないと動かないですし、あの起きるトラブルってやっぱりそこの境目のところだと思うんですよ。なので、まあ、単純に OS 領域なんてちょっと分かりませんとかいうよりは、うん、あのまあ、できることは答えたいっていうのをマインド持ってるエンジニアが多いので、まあ、あのしっかり調べて、まあ、自分たちの問題でなるかどうかというのを切り分けしてだからそういう意味で、まあ、お客さん結構評価してます。あとは女性なんですよ、全員、今のところ。あ、サポートなんですか。サポートが全員女性なんで、やっぱりあのエンジニアからすると、やっぱりこう素敵な人たち聞かれると、頑張っちゃう。ここは結構肝なんじゃないかな。梶本さんの視界が入ってきた。いや、キャラです。そう、本当は写真撮って見せたかったんですけど、さすがにちょっとそこまで。あ、じゃあ、これが終わりました。ちょっとそこを見ていただいていいですか。なるほど。はい、まあ、こういうのもちょっと強みかなと。すみません、最後柔らかいのでございますけど、以上で。はい。はい、梶本さん、ありがとうございます。それでちょっとですね、あの最初の方、音声が悪かった部分もありますので、再度、林さんにですね、あのちょっと要請文を持っていただいて、はい、ちょっとポイントだけお話しさせていただきます。はい、はい、ポイントでクラウドエンドのサービスのポイントだけお話しさせていただきます。で、2012年の3月にサービス提供を米国から開始して、2013年の3月にかなり大幅なバージョンアップとしてサービスを提供しました。で、全部でですね、アメリカのリージョンとそれからこれまでのウエストリージョンで、今回3月末に提供したのが、JP イーストリージョンという形でコンピュートのフラットタイプからロードバランシングとか DNS、リレーショナルデータベースとか、モニタリング、プロビジョニング、オートスケール、かなりサービスのラインナップを拡充させています。で、こちらの方がポータル画面なんですけども、今回デザイナーとかを、まあ、雇ってですね、かなり見やすい画面にしています。で、コンピュート画面とか、もうポータルで、まあ認証、シングルサインオンでいろんな、サービスにアクセスできるようになっています。で、これまでクラウドスタックバージョン2点台を使ってたんですが、今3点台をこちらの東リージョンでは使っています。で、全体の構成イメージなんですけども、こちら東日本リージョンの図なんですけども、A ゾーンと B ゾーンで分けて、選択できるようになっています。ですので、お客さんこういった A ゾーンと B ゾーンで分けて、利用サービスを利用するケースがかなり増えてきています。で、ロードバランス、DNS でラウンドロビンかけて、まあ、同じロードバランスアドバンスで、まあ、分散、A ゾーンと B ゾーンの分散かけたりとか、データベースもミラーリングをしたりとか、バックアップ取ったりとか、そういったところをモニタリングをしながらとかですね、あとプロビジョニングで一括の、作ったものを、まあ、コピーをするとか、そういった形でかなり、自由に、サービス設計ができるような形になっています。で、こういったところでサービスが増えてきたので、こういったクラウドへの構成ガイドという形で、30種類以上のパターンを作って、ユーザーが分かりやすい、まあ、すでにその30パターン全部弊社側で検証済みのものをユーザーさんにご案内しております。はい、であとは、プレスク、パラレルスにプレスクテンプレート、パワーパックという形で、テンプレートを非常に使いやすい形で OS テンプレートを選ぶときにですね、この、プレスクのテンプレートを選ぶような形で、こちらを見ていただきますと、例えばワードプレスを選択してもらったりとか、100種類以上のテンプレートからワンクリックで作成できると、そういった形でユーザーがどん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 サービスを使うときにこういったテンプレートを使ってどんどんアプリケーションを載せてもらえるような環境を準備したりしています。はい、かなり駆け足ですが以上になります。はい、林さんありがとうございます。はい、今ですね、KDDI 様、ニンティジコミュニケーションズは、IDC ブロンティア様に、ご説明いただきましたけれども、まあ、結構ですね、各社、まあ、違いとあと共通点あるなっていうのは率直な、ふうに思います。でちょっと私の方で、まあ、結構私の主観なんですけど整理させていただくと、まず共通点としては、まあ、皆さんやっぱりリスクの分散、事業継続性っていうのはすごい考慮されているなっていうところで、まあ、2ゾーン構成であったりですね、まあ、皆さん、拠点を、まあ、複数の拠点をお持ちになっているという状況で、まあ、そのまあBCP、まあ、ディザスターリカバリー、こういったものに関してはどのクラウド、サービスも対応しているというふうに、思います。で、あとですね、まあ、専用線、
兵器網ですね、でクラウドサービスに接続できるというところ、まあ、ここは結構エンタープライズ系では重要あると思うんですけども、まあ、手堅く皆さん対応されているなというところです。でちょっとまあ差異ですけど、ここいろいろツッコミぜひ欲しいところなんですけども、まあ、一つここちょっといろいろ注視しました。で海外拠点という意味では NTT コミュニケーションズさんは、まあ、US およびですね、今後 AP アジアの方に展開されるということで結構違うのかなと。このあたり KDDI さんはどうですかね、海外拠点という。今クラウドスタックを使って、上海はもう対応していてですね、他の国でも今、クラウドスタックベースのイアスを展開しようとしています。HBX さんは、基本は国内という形。いや僕らも特にその国内に閉じるつもりはないんです、うん、ですので、まあ、やはりお客さんのニーズに応じて、必要な海外拠点というのは検討している状況です。ただもともとクラウドスタック使ったのもその、まあ、世界のエコシステムを使ってお客さんに利便性を提供するという意味で採用している部分もありますので、そういった意味では他のクラウドを使って、ね、と合わせて使ってもらうという形で、なるほど、海外との積み上げというか、ちょっと測っています。IDC フロンティアさんの場合だと、まあ、場合によってはそれはお客さん、まあ、要するに互換性のあるクラウドサービスを使ってくださいという選択ができる。これは結構面白いなと。でその次に、ミドルウェアサービス、これ、例えば、まあ、RDB、データベースの、まあまあ、Amazon のサイトで、まあ、Amazon RDB ソフトですけども、そういうものですとか、あと、モニタリングのサービスっていうところ、このあたり結構 NTT コミュニティさんは強いのかなというところが思います。で、あと、KDDI さん結構、まあ、独自のサービスや専用サーバーっていうのがそうですね。そうですね、こちらは、クラウドスタック自体では対応しないと思うんですけども、はい、これは独自で買って。そうですね、ここは独自で作っていて、クラウドであってもやはり専用サーバー2台使って、その中に仮想サーバーを別々に配置してクラスター組みたいみたいなお客様がかなりいてですね、ここは自分たちで作り込みをして提供をしています、うん、こういった事業って他の事業者さんでも結構あるんですかね。そうですね、まあ、IDC ファンクティアのサービスの専用サーバーというか、うん、クラウドの、そのポータルから選んで作れるサービスがあります、まあ、1対1の仮想物理と仮想を1対1にして、お客さんはボタン1つで物理サーバーを作れるようにしているので、そういう意味では専用サーバーを提供しています。1対1の紐付けができるんですか。そうです。これだとクラウドスタックでもできる。だからその仮想サーバー、そのサーバーにその仮想サーバー1つだけ確実に入るようにする。弊社の場合はクラウドでは対応してないんですけども、リゾースティングエンタープライズの方ではかなりラインナップ豊富で、まあ、専用サーバーももちろん対応できるようにしてるので、ちょっ と、サービスのラインナップの切り分けというかですね、ラインナップポートフォリオをちゃんと設計する上でことを考えてですね、こっちは専用サーバーとかそういったものをやってないんですね。そこはそのビジョンスティングエンタープライズと、はい、まあ、クラウドサーバーベースのもので結構、はい、そうです、はい、ただし問い合わせはむちゃむちゃあります。はい、あります。なのでいつも悩みます。はい、でその時にその、はい、まあ、結構特徴的だなと思ったら、そのハイブリッドクラウド用の、まあ、感じライトスケールとかスケールって話が出たんですけど、こちら多分出されてるのは IDCF さんだけっていう。そうですね。この辺りの狙いっていうのはどういったところになる。まあ、マルチクラウドっていうところですかね。やっぱりそのクラウドでこう成功していく上では、やっぱりエコシステムって結構重要だと思ってまして、やっぱりまあ、特にその今日のこの3社の中でも、まあ、私本体って一番規模が小さい会社ですし、やっぱり1社だけっていうよりはこう、まあ、みんながこういい環境になれるっていうのが重要ですので、まあ、そういったエコシステムに入っていくっていうのが、まあ、元々のこう当初の目的で、それに、ね、一番早いのがこうライトスケールみたいな、その全国全世界ですか、世界で使えるクラウド管理ツールで、まあ、しかも最も普及してるって言っていいのもそうで、なので、まあ、そういったところからライトスケールを見ます。なるほど、わかりました。その次にですね、まあ、これちょっ
ちょっと NTT コンサートも実はあるんじゃないかなと思うんですけども、NTT、はい、サーバーコロケーションとの接続というところ、はい、これもむちゃむちゃとやつで、あの、ビズオスティングエンタープライズもちろんできているんですけども、はいはい、実はこれ弊社にすごい期待が大きくて、キャリアなのになぜできないのかっていうのが実は相当ありまして、はい、でただあの、実はクラウドスタックのバージョンと相談しながら今設計をしているので、はい、全くやらないわけじゃなくて、ロードマップにも入れています。なので、まあ、やる予定で、キャリアならではのサービスラインナップにはしていく予定なので、かなり競争力のあるものを、まあ、後発だからこそ、いろいろ学習能力もありますので、いろいろ出していって、業界をびっくりさせるぐらいのものを出していければいいかなとは思ってますけど、ちょっと。これにやば、これにやば。ぐらいの感じで、問い合わせ結構いただいていますので、出していく、もう必ず出していますので。この辺り結構やっぱり需要があるので、はい、であとそのまあサポートですね、これちょっとまあ IDCF さんの事例しか分からなかったんですけど、やっぱり IDCF さんあの MSP レベルのですねサポートされてるなっていうのは、まあ、先ほどのですね、うん、頑張ってる、ね、頑張ってる頑張ってるところだと思うんですけど、その結構クラウドってある意味まあ使う側がまあ、自分自身でそのですね、まあ、落ちたら自分自身で立ち上げたり、中の OS の特に OS の管理なんて自分自身でやれっていうのはまあ基本スタイルではあるんですけど、このあたり結構 OS の中まで踏み込んでサポートされるっていう形とやって必ずしもってわけじゃないですね。やっぱりできるところできないところありますし、うん、その明確にそのこう OS のサポートしますというふうになかなかよく言えないので、うん、やっぱりそのできる範囲でやってると、うん、そこをこう、まあ、やりたいっていう気持ちで頑張ってるというのがあるので、このサポートに関しては KDI さんですか？KDDI の家康は基本的にあの専用線の延長と捉えているところもあって、専用線と同様のサポート体制をやっているので、あの Amazon さんみたいにセルフでどうぞではなく、まあ、ちゃんと電話窓口を24365で設けてですね、まあ、障害の時はまあノートでお知らせするようなことをやっています。それって標準でついてるんですか？ノートでお知らせするのは監視のオプションに入っている人です。ただあの全体にあのお客様の OS ではなくて弊社の設備に障害があった場合は濃密通知はします。なるほど。上駒さんはこの辺り、実はサービス提供した今まで実は反省がいろいろあってですね、キャリアならではっていう話をしてて、かなり分厚いサポートをしてて、それが価格に跳ね返っていて、逆に、NTT さん高いっていうイメージを与えたので、サービス最初に提供を出した時にはサポートを極力抑えて、サポート人材も抑えて価格をまあ945円からという形で、かなりセレスポータル的になかなか人が介在しなくても利用できるサービスをやって、実は最初は、平日9時5時までしか対応しないで押し通しました。1年間でさすがにお客大きなお客さんが出てきたので、プレミアサポートという形で、つけましたが、基本はサポートは最小限に抑えて、その分価格をお客さんに還元する。その代わり常時監視しているので、何かあれば、ちゃんと、まあ復旧できるような体制を取っているんですが、かなりそこは価格を落として、やっているという形で、それはそれなりに評価を逆にいただいているというところですね。それはちょっと、はい、確かにサポートに関しては結構その3社の特色が出たなというところで、まあ、実際やっぱり価格に跳ね返るというのはまさにその通りだと。まあ、そのあたり結構ユーザーさんにとっての選択肢もまあある意味増えているところで、ここはぜひですね、そのまあ選択においてまあいい基準になるのかなというふうに思っております。はい、それはですね、続いてですね、クラウドサービスのまあ事例の方のですね話をちょっとしたいと思っています。でちょっと、このあたり、実は林さんを、じゃあ私の方でですね、じゃあちょっと BH、リソースにエンタープライズを最初入れちゃったので、ちょっといいです、途中から、いや、それはあんまり入れてもしょうがない。何ページぐらいの、ちょっともっと上の方ですね。はい。その前ぐらいですね。この前、この辺りぐらい。はい。で、ちょっと事例ご紹介、いくつかご紹介します。最近やっぱり広告配信の基盤として使いたいというお客様、クロスリスティング、実は OCN バナーとか、いろいろビッグローブのバナーとか、そういった配信プロプラットフォームの基盤として、かなりの大規模に使っていただいています。やっぱりクラウドスタックならではのカスタマイズの自由度が高いとかですね、課金体系、実はデータ転送量は実は無料ですので、コストの予測がしやすいとか、あと結構 VQ
945円のプログラムを結構大量に置いてですね、開発用に使ったりとか、そういった形でいろいろご利用いただく形で、今後いろんなところに拡大する予定です。うん、はい、というのがあります。で、次のページ見ていただいて、で、次のページが、国民サイトぜぜひひっていう津田大輔さんの、サイト、実はこれかなりトラフィックが、選挙があったりとかですね、なんかいろいろテーマが出たときとか、あと結構 NHK で放送されたりとか、はい、そういったことで津田大輔さんがつぶやいたりとか、そういったところ非常にトラフィック変動します。はい、というところも、まあ無事にクリアできるような、サイト設計が、まあオートスケールも使ったりとかです、そういった形でできているというのが、お客さんの事例としています、はい。そういった結構 EC サイト系が多いかなと思います。このサイトはこの会社結構面白そうですね。はい、このサイトの非常にアクセスが変動しやすいですね。あ、なるほど。はい、であと次に、まあ SaaS 基盤でご利用していただくという形も、はい、あったり、例えばスマイルワークさんとは、まあ、企業向けの SaaS、はい、クレアワークスとかっていう、まあものを提供しているんですけども、課金体系とか分かりやすいとか、カスタマイズ、それからいろんな他社といろんな、ベンチマークを比較していただいて、弊社の評価が高かったという形で、評価していただいています。はい、であとですね、グループ会社もいくつか使っていただいているんですが、例えばデータイントラマートという形で、アクセルマートというパブリッククラウド、プライベートクラウドの、かなり、今お客様の利用者が多いんですけども、それを、クラウドなどのイヤースだけじゃなくて、パースのプラットフォームで使って、アクセルマートの基盤として、提供しています。6月ぐらいからもう今開始したかしてないかなと思いますけども、かなり大規模な、規模で構築したりしています。はい、クラウドサービスとプライベートのところを両方使っているんですか？そうですね、はい、ちょっといろいろ個別に対応しているところもあるんですけども、はい、そういった形で対応しています、はいはい、であとは、NTT データさんがですね、クラウド M の、標準の機能に加えて、オリジナルテンプレートとか運用監視とか作業支援コンサルとかを入れて、自社ブランド WithXSaaS プラットフォームサービスフレックスという形で自社ブランドとして、提供していただいています、そういった形で結構グループ連携、実はグループからのリードが非常に、協業しようとか連携しようと、実は、今まで NTT グループ他の事業者を使っているケースが実は正直多かったりしたんですが、最近ではやっぱりクラウドへの使うケースが非常にグループの中に増えてきて、全体的に盛り上げていこうという動きが、あったりします。はい、であと結構実は社内サービスもクラウドに使うケースが非常に増えてきています。で、まあ、ちょっと一応公開してるんだけどご紹介しますけど、こういう、ハンドブックっていう、まあ スマートデバイス向けの配信サービスにクラウドの基盤に使ったりしています。はい、であと次は、まあ、ちょっといろんなところで、まあ、いろいろスマホ配信とかゲームとかですね、データ保存とか C 向けのサービス、あと最近やっぱりスタートアップが増えてきたりしています。で、スタートアップも、まあ、かなり小さく、まあ、かなりやっぱり伸びていく会社さんがいるので、実はスタートアップも今大口ユーザーさんになっているので、かなりユーザーさんに伝えたりして、弊社のオープンラボというところでスタートアップの支援施設を作ってやったりして、かなりそういったところで伸びている会社さんになりしますね。とビジネス向けもいろいろ、はい、あったりしてやっています。あと公共向け、実はこれあんまり書ききれてないですけど、実は公共向け最近医療も含めて教育クラウドにしたりとかですね、あと先オープンデータ絡みとか、そういった形で、実は公共系は、まあ、日本事業者ならというふうに期待しているところが結構、あったりするので、やっぱりエンタープライズももちろんそうなんですけど、公共系は今遅れてるので、逆に言うと公共クラウド系がマーケットあるかなというふうに感じています。はい、次のページは後で、今後のロードマップってことです。ちょっと、まあ別にいいです。はい、という感じですね。はい。じゃあ、結構事例見てると、まあ、結構そのまあウェブ系、要するにまあ配信系とまあエンタープライズ系と SaaS 系、結構バランスよく使われているというのは。そうですね、はい、バランスよく出てると思います。はい、ありがとうございます。それではですね、その時 KDDI 様の方に、はい、はい、先ほどちょっともう事例を紹介してしまったんですけど、はい、弊社のサービスとしては au クラウド以外にですね、KDDI の au 話アシスタントっていう音声認識サービスのようなものを基盤に使っていたり、あとは電子書籍の配信だったり、まあ、様々なサービス基盤で使っていたりします。あと弊社の社内のですね、工事管理システムだったり、そういったものにも使っていたりしています。で、お
客様で言うと、まあ、業務システム、業務システムの、まあ、ミッションクリティカルはそこまで高くないものの利用すごい多いんですけれども、今増えているのは情報系システムで、メールとかグループウェアとか、まあ、そういったものを使われるケースが非常に多いです。あとちょっと事例を持ってきてないと申し訳ないんですけれども、3ヶ月ぐらい前のですね、日経コンピューターの、クラウドファーストの時代という雑誌の中で取り上げられた、日ガス様という、ガスの販売会社様の、検診のシステムに使われたりしていまして、まあ、そちらの事例はですね、ケリリアのスマートフォンで検診をする仕組みから、検診結果をですね、クラウドに貯める、まあ、機関系のシステムまで、まあ、パッケージのような形で提供していてですね、スマートデバイスの、まあ、アプリケーション含めて、ご提供できるっていうのが、まあ、ケリリアの一つ特色かなと思います。はい、ありがとうございます。やはりちょっと、すみません、 NTT コムさんと、まあ、同じ感じで、結構やっぱり配信系もあり、社内システムもあり、業務システムもあり、あと、まあ、スマホ連携って、はい、結構まあ、かぶってるような気もするんですけど、結構やっぱり、まあ、幅広く使われてるなっていう。この au クラウドって結構面白いと思う。これもう少し説明させていただくと、どういう。はい、弊社の、スマートパスという、サービスがあって、390円を払うと、まあ、アプリケーション使い放題というサービスがあるんですけれども、その中にですね、お客様に今10ギガぐらいの、クラウドのストレージを、提供してですね、au のスマートフォンの写真を撮ると、まあ、クラウドで保存されるというサービスがあります。でその基盤にもですね、お客様に提供するイヤースを活用しています。ちょっとモバイルデバイスと連携してっていう形ですね。そうですね、ケリリアのイヤースはインターネットの、バックもかなり太いものをつないでますので、まあ、こういったサービスを提供しても、まあ、問題がないようなバックボーンに直結していることも、強みだと思ってます。あとAmazon さんとの比較だと、 Amazon さんは通信料課金をしているんですけれども、 KDDI のサービスは、そこの課金はですね、せずにサーバーの利用料に含めているので、そこもですね、ウェブシステムを使われるお客様には非常に分かりやすいと好評いただいています。なるほど、はい、ありがとうございます。それでは IDC フロンティア、カチッさん、どうしましょう。また移しましょう。はい、次はこれです。事例として、はい、まあ、2社が出てきたんですけど、はい、まず1個は、まあ、クラウドの活用事例として、その、ゲームとか、ソーシャルゲームとか結構多いんですけれども、この動物参加のゲームっていうんで、まあ、株式会社のパーティーさんっていう、結構かなり、クリエイティブ、今、こうテクノロジーとデザインとかを、まあ、両方こう精通しているような、結構尖った企業さんで、まあ、こういうその世界で同時にこう人がゲームをするっていう、ソーシャルゲームとかだとこうみんなが自分で好きな時間とかにやったりとか、まあ、多少対戦とかあると思うんですけど、こうわざわざゲームでこう一気にみんなを集めてこう同時に開始するっていうのは、まあ、結構そんなにこう多くないんじゃないかなと思ってまして、まあ、そういったこうゲームでこう使われた事例になります。で、まあ、リアル脱出ゲームオンラインっていう名前なんですけど、でこういうそのサイエントキューブカンパシスとかいう、まあ、謎解きですね。謎解きをこうみんなでやって、まあ、協力しながら、謎解いてゲームをクリアするみたいな形です。でこのゲームってちょっとこれビデオがちょっと場所なんですけど、まあ、こう同時にこう始めるので、結構お客さんの課題って、その元々僕らのサービスに移ってこられる前に、まあ、他でサービスとやった時に起きたことなんですけど、やっぱりこう開始5分でサーバー落ちちゃった。っていうことがあって、でやっぱりそれってこの1時間、例えば1時間のゲームで、まあ、例えばです、ね、
何千円です課金してサービスを提供してるんで、うん、そのたった1時間の中で落ちちゃうと、うん、当然お客さんと怒るじゃないですか、うん、だから、まあ、実際こう返金されたらしいんですけども、うん、まあ、そういう事態が起きちゃってやっぱりこうサイジングとかしっかりやらなきゃいけないっていうのは、まあ、お客さんの課題だったんですね、うん、で、まあ、結局その同時に利用してリアルタイム性をこう重視したゲームなのでなかなかこう、うん、事前に どれぐらいこう、うん、サービスを設計したいのかって難しいと思ってだからクラウドってやっぱりこういうところに生きてくるのかなと思ってまして、うん、なかなかこう設備買ってしまってそこからこうシステム作ってサイジングやると当然その設備の限界が来てしまって、まあ、そこまでしかユーザー収容できないとかでそうするとこうビジネスプラン的にこ うまくいかないとかそういうのがあるのでやっぱりこうクラウドを使うことによってこういったお客さんの課題をこう解決できたというのが一つ大きな事例かなと思っています、うん、で具体的にやられたのってもう事前にそうユーザーの数をこう変化させてどれぐらいその僕らのサービスで決められたその構成の中でできるのかっていうのを事前にテストされて、まあ、これぐらいだったら使えるだろうということで、まあ、実際使ってもらったということです。で、まあ、先ほど林さんと和田さんの話からもあったと思うんですけどネットワークの課金を僕たちは実はしているんです。で、まあ、10メガ BPS ぐらい月間10メガ BPS ぐらいは無料なんですけれども、まあ、それ以上これと課金させてもらっているのは結構こういうところにあって僕らのサービスってやっぱりこうお客さんのビジネスで重要なのってトラフィックなんですよね。でそこがこうさちっちゃうと当然 そこで待たされるユーザーとかつなげなくなるユーザーが出てくるんでここのこう限界があるとなかなかこうこ特にこういうその同時にユーザーを収容して短時間でこう遊ばせて終わらせるようなものとかはかなり重要なの で、うん、でそういったところにこうかなりトラフィックを出せるような設計で、うん、まあ、障害が起こらないようなシステムを作ってるので、うん、やっぱり課金をさせてもらってるのはそこなんですよね。で実際このお客さんはゲーム開始5分で 1.2 ギガまで、うん、やっぱり設備も落ちずに成功したので、まあ、今後もこう使ってもらえるという話をいただいてまして、うん、この辺でこうクラウドを使うのが一番合ってるというか、うん、一番いい成功事例かなと思って、うん、紹介させていただきました、うん、この事例はすごいですね。ちょっと一気に待機使うというのはちょっとあり得ないように見えるんですね。恐ろしい恐ろしいユーザーですね。こういったことがやっぱり起きるんですね、うん、人気が出ると突然こういうふうなバーストしだすんで、うん、なかなかここの壁を越えるのって難しいとは思うんですけども、うん、こういった時にその設備の限界があるっていうのがやっぱりお客さんにとっては最もこうやってはいけないことだと思いますの でこういったようにクラウドを使ってもらいたい。特にやっぱ僕らのお客さんってこういうそのピーキーなトラフィックを持つ方が多いので、そういう人たちにとってはこのネットワークが流せるというのはすごくこう好評いただいてます、ね。であとはですね、2つ目はこれはちょっと経路が変わった、まあ、サービスの展開用プラットフォームって言っているシックスアパーソン、まあ、ムーバブルタイプで有名な会社さんについて皆さんご存知だと思うんですけども、シックスアパーソンで、まあ、僕らの そのクラウドの上で、まあ、ユニバースっていう名前 の、 プラットフォームを作られてまして、そこでムーバブルタイプを使ってビジネスをしている事業者さん向けに、まあ、SaaS そのムーバブルタイプを使ってビジネスをしている会員の人たちが SaaS をできるような仕組みを提供されています。それを僕らのクラウドの上で動かすというような事例になります。で、まあ、実際ちょっとお客さん紹介すると10万社ぐらい日本で導入されてて、加盟店400店いらっしゃるんですね。かなり大きなこのエコシステムができているところで、まあ、このところに使っていただいているのはすごいありがたいなと思って。で具体的なコース、はい、なんですけども、まあ、こういうそのパートナー向けに、まあ、クラウド展開するものとしてこういうそのインターフェースを用意されているんですね。でここでそのどれぐらいその売り上げが上がっているかとか、まあ、そういったそのレポーティングとかをページを作って、まあ、紹介見れるような形にされていて、で例えばその1社1社にこう
デザイン、ムーバブルタイプを使ってデザインに入れて、サイト作ってもらうにするようになったときに、ムーバブルタイプのバージョンアップとかって必要になってくると思うんですけども、まあ、普通のその、なんてシクサパートさんが提供するサースだとすると、まあ、全部一気にこうバージョンアップしたりですとか、まあ、そういったもので不具合が起きたりとかってあると思うんですけども、まあ、この作られている仕組みは、まあ、その一社一社ごとに、そういったそのパッチ当てとかも、そのパートナー企業が選べるような仕組みを作られていて、まあ、自分たちでこう新しいサービスに向けて、まあ、テンプレートを作って展開できるような、まあ、そういったそのサースを提供されているという事例です。ではこのお客さんたち そのシクサパーソンの課題って、その自分たちのパートナーがデザインだったらデザインの集中してもらいたいけど、やっぱ実際こういった事業者さんって自分たちでサーバー調達して、そこにそのソフトウェア入れて、ウェブサイト作って、でデザイン入れてって形だと思うんですけど、やっぱりやりたいのってデザインってだけだと思うんですね。だからそこ その構築の業務とかをやっぱりこう簡単にできるのがクラウドのいいところなんで、まあ、そういったのをこうテンプレートにして作るような仕組みを提供されています。構成としてはこんな感じでですね、一社一社にこうムーバブルタイプが入ったテンプレートを提供して、でそこでお客さんがデザインに入れてレンドインチャートを見せるみたいな形になっています。なんか活用していただいています。はい、ありがとうございます。例えば IGC さんのサービス早いだけあって、結構そのゲーム系とかにも結構お客さん通ってるなっていう感じがします。かなりのお客さんは、ちょっと、まあ、事例でいろいろ面白いのはネットワークの、その、まあ、通信課金するかしないかっていうあたりが結構まちまちだなと思って、KDI としては NTT コムさんはそこはフリーにしてやってらっしゃると。で、IDC さんは設備面を重視するから、そこはちゃんとお金を取りましょうっていう。まあ、設備面というか、やっぱりその出せる必要があるので、そこはこう、限界はあまり、当然その設備に限界ってありますけど、そこをこうかなり小さくして、まあ、料金の通常のサーバーの料金の中で収めるんではなくて、別途いただくことで、拡張性を持たせるっていうのが、プランサービスの考え方です。ITC さんはそういう意味で言うと、重要課金、完全に重要課金になりますか。そうですね、無料分を超えてくると、そこから重要性になる、重要プラス無料分ってことですね。そのあたり結構面白いなと。結構やっぱりユーザー側にとっても結構チョイスのポイントになるところなんですので、まあ、非常にその、まあ、設計ポリシーとかサービスのポリシーって面白いなと思ってます。ぜひともこういうところはですね、まあ、各社の営業さんにいろいろ聞いていただければと思ってます。はい、一旦ですね、この辺りで、休憩の時間をですね、だから3分間程度ちょっと取らせていただきたいと思っています。この後ですね、ちょっと時間の方は詰まっておりますけど、本日はちょっと15分ほどオーバーということを前提にですね、これからまあお酒を飲みながらですね、させていただきたいと思います。それでは、長田さんすみませんけど、3分間休憩でお願いします。はい、じゃあ一旦まずは全部、すみません、ちょっと音声の方がいいの止まっておりました。で、ですね、
はい、それではですね、ちょっとアルコールが入って、皆さんの口が軽くなったところですね、後半戦の方行きたいと思ってます。これからですね、ちょっとまあいろんな結構ざくばらにですね、話をしたいと思ってます。まずですね、ちょっと、参考になるですね、他の事業者の機能サービス、そのあたりをですね、ぜひまあ本当に中の人だからこそこう見えるところあると思いますので、お話しいただきたいなと思っています。林さん大丈夫か。はい、ですか。はい、あんまり今回資料を用意してないんですけども、参考になる、そうですね、ところは、うちがやらなきゃいけないと思っているのは、まあ、先ほど説明したように VPN とか VPC とか専用線系のサービスに対応していかなきゃいけないというのと、あと実はプランが、うち、一番大きなプランでも 8CPU の 16GB しかないので、それを倍以上のプランを出して、だから高、ハイメモリープランのニーズが非常に多いです。あとハイ CPU プランが多いので、こういったハイメモリーとかハイ CPU に対応したプランを出していきたいと思います。であと、高速 IO のニーズも非常にあります。なので高速 IO にも対応していきたいと思っています。で、はい、あと結構あったりするのは SSD のニーズもだいぶ増えてきたので、うん、SSD もあったらいいなと、まあ、ちょっとうちのロードマップにはないんですけども、うん、そういったニーズも多分出てくるんだろうなというのはあります。であとは、先ほどやっぱり、オンプリミスから、P2V とかですね、そういったニーズも実はクラウドマイグレーション系がまだうちシステマチックにできてないので、こういったクラウドマイグレーション系、実は他社のクラウドから弊社に移行するケースがかなり増えてきてるんですけど、かなりちょっとまだ人的でやってるので、もう少し自動化して、マイグレーションできるような、機能とかサービスだったらいいかなというふうには、思っています。はい、この辺り見ると、結構まあ、この辺りって結構アマゾンさんとか意識されてるのかなっていう気がしますけど、はい、そうですね、やっぱりお客さんからアマゾンと比較してどうなのって聞かれるケースが多いので、こっちの、まあ EC2 系のものは、やっぱりある程度の部分はキャッチアップしていく必要があるかなと思っていますので、それはちょっとプラム上げて対応していきたいなと思っています。で結構うち逆にいいのは後発だからかなり、まあ、安くていいものを調達できるというのが、まあ、あるかなと思ってます。結構スペック的に早く出やすいものも結構揃えているかなという気がしています。はい、ありがとうございます。KPI さんとしてはこのあたり他 の、 事業者の機能であるとかサービスだとか参考になるものがあるか。オンプレとクラウド等の連携サービスは非常に気になっていて、アマゾンさんのストレージゲートウェイとか、あとベライゾンさんがやっているオンプレのプライベート VMware のプライベートクラウドとテレマークを、まあ、拡張するようなクラウドスイッチとか、まあ、いったサービスは非常に気になっています。あとN コムさんのサービスは本当に常に気にして見ているというのがあります。我々もやりたいと思っているところに、まあ、どんどん行かれるので非常に常に気にしています。これが情報に、いやいや、そうなんですよ、僕は座ってるわけです。この方が情報にします。ぜひ、まあ、こだわっていろいろ聞き出していただけると思います。はい、IBC フローチャーさん、このあたりどうでしょう。まあ、当然 Amazon でしょうね。Amazon さんでしょうね。であと国内のやっぱり、まあ、今日いらっしゃってる皆さんとか、うん、フィティさんとかも参考にしたりですね、うん、まあ、結構いいなと思ってるところは、ソフトレイヤーですね。ちょっと IBM で買収されることになってましたけど、まあ、独立系クラウド事業者みたいな形では結構アメリカでもかなりいいところに行ってることだと思うんですけど、ここが結構参考になるかなと思って、僕らが目指すところって結構似てるところなんで、ソフトレイヤーさんって結構いいなと思ってますね。うん、そうですね。まあ、ソフトレイヤーの IBM、すみません、IBM はソフトレイヤー買収したってのは結構あるんで驚きで、そうですね。まあ、IBM さんは本当にパブリッククラブやるのかなっていうところも含めてですね、結構業界にインパクトがありました。で、確かにソフトレイヤーさんって、その物理サーバー、あれベアメタルプロビジョニングですかね。ベアメタルプロビジョニングが自動化されていて、それに合わせてその V-LAN とかも自動的に切られるようになっているので、
まあ、結構面白いサービスなんで、そう、いいなと思ってるのは、彼らのそのポータルが、そもそも彼らがサービス、提供してるサービス全部を包括して、申し込んだりとか、すべてがこうポータルで完結するような形になっていて、まあ、非常にこう参考になるんですね。例えばハイブリッドをするにしても、物理のサーバー自体もオーダーできますし、仮想もできますし、それをつなぐこともできる。その辺がこう非常に参考になるなと思って。やっぱこのそのこうソフトウェアでこういろんなことが解決できるようになってくると、やっぱりお客さんの利便性ってすごく重要ですし、まあ、そこをこう結構率先してやってるところなんで、いいなと。で、加えてそのクラウドでいいところってやっぱりこう運用を軽くするところだと思うので、面白いなと思うのはその、彼らってそのフレックスイメージで、まあ、物理も仮想も同じデプレートでこうデプロイできるような、結構大変らしいんですけど、これ作るのかなり苦労したっていう話なんですけど、思ってたりですとか、あとまあそのサーバーを作るときに、まあ、ライトスケールとか、スケーラーじゃないですけど、ちょっとしたスクリプトをこう流したりとかっていう機能とかもあったりして、結構こう、かゆいところとかを手が届くようなサービスされて、まあ、非常にこう、目指すとかになって、で結構参考にしてますね。まあ、確かにこのあたりは物理かと同じテンプレートでプログできるっていうのは結構強いですね。ある意味、そうですよね。まあ、PTV とかね、やってるわけですから、大変だ、非常に大変だと思いますけど、ある意味、その仮想、どこまでできるかちょっと分かんないですけど、仮想で、例えば、パフォーマンスが足りなくなったら、SSD 持って、その、物理サーバーにこうプロビジョニングするとか、かなり、効果を発揮しますので、かなりいいサービスだそうなと、私も、まあ、本当にアイビングさん、よかったなって、本当にどうなるんですか。はい、で、ではですね、次のちょっと話なんですけども、まあまあ、とはいってもですね、いろいろやっぱり中のですね、まあ、事業者さんの中の人たち、いろいろやっぱり課題ってあると思うんですね。まあまあ、結構業界の動向が早くて、いろんな機能をお客さんから求められるともありますし、またその、まあ結構クラウド、まあ、サービスの企画とか開発にあたって、どういうのを、まあ、ある意味標準ってないわけですから、どれを参考にしていくかとか、ちょっといろいろあると思うんですが、このあたり、ちょっとぜひ課題についてですね、現場の方々の意見を聞きたいなと思います。はい、よろしいですか。はい、そうですね、弊社の場合、クラウド N は結構オンラインが、まあ、かなりの割合、オンラインの申し込みをいただいている、おそらく IDC さんと KDI さん、営業がかなり対応されているという形で、弊社はほぼ、まあ、かなりの割合で、実は想定外の利用が結構いっぱいあったりします。ここのストレージをこれだけ使ってたりとか、追加データディスクをこれだけ大量に使ったりとかです。想定外のリスクが、利用があったりするので、ちょっと設備の投資の仕方とかですね、設備設計が非常に大変だなという形で、非常に、予測しながらやっていくのがすごい大変だなというのは、感じています。で、あとはやっぱり価格競争が結構厳しくなってきているので、やっぱり体力勝負が非常に多いなと思っているので、イヤースのレイヤーはコモディティ化してきちゃっているので、少し上のレイヤーが上がっていかないと収益も取れにくいなという形が感じています。あと並行してやっぱり開発者人材がやっぱりなかなか大変、まあ、クラウド事業全体の問題かなと思うんですけども、やっぱりクラウドの人材不足っていうのは、どこのところでも、特にキャリアはもともとネットワークやってた人間が多いので、そういうのも感じていますね。あとは、サービスの実装をどういう優先順位でどこから持っていくかっていうのが、結構いきなり全部やるというのも、まあ、ちょっとこの前の3月末はやったんですが、やっぱり、ちゃんと優先順位が必要かなと思ってです、ね、ずっとそれをやってみると、ちょっとやっぱりかなりの体力を使ってしまうので、そういった優先順位付けがこれからだいぶコミュニティ化してきたので、どこで自社 その競争優位性を出していくかというのがあります。あとはやっぱり、アマゾンさんが素晴らしいと思うのは、やっぱりエヴァンジェストとかソリューションアーキテクトというのがすごく先行している。というところなんですけども、なかなか弊社はそういうエヴァンジェリストとか外に対して、マーケットとコミュニケーションできるエンジニアというのがいないなと思う、それを育成しなきゃいけないというのは、これもそれなりに課題を感じています。という形でいろいろ問題があったりします。
やっぱり設備系であるとかサービス開発系も当然ありながら、そのやっぱり人材系っていうのが結構大きな話かな、はい、まあ、そういう意味で言うと、やっぱり AWS さん の、 まあそのサービス の、 あの開発力っていうところもされるところながら、そのまあ結構人材系ですね、ベンディスエッセイ結構優秀なね、あの方々が言われて、本当に手強いなというのですね。はい、ありがとうございます。それでは KDDI 様の方は、はい、KDDI は、やっぱりネットワークも、うん、あの専用線だけではなくて、あのモバイルも持っているので、うん、最終的にはあのお客さんがですね、今パソコンで働いているんだけど、あの外でタブレットで働く、タブレットやスマートデバイスで働く世界に持っていきたいと思っていて、でクラウドもあのそのための一つの、あの商材だと思っているんですけど、なかなかお客さんにそのモバイルからネットワークからクラウドまでトータルで提案するということができていなくて、まあ、一つ一つの商材はバラバラになってしまってたり、あとまあ社内でもですね、もう全てを理解するっていうのはすごい難しくて、あのモバイルに強い人とかネットワークに強い人とか、まあ、クラウドに強い人とか、まあ、分かれていてですね、この弊社としては本当はモバイルからあのネットワークからあのクラウドからアプリケーションを全部トータルで提供したいんですけども、なかなかそれを提案できるようなまず社内の人材だったりですね、体制になってないっていうところが、KDDI の課題だったりします。でそこはまあ専門の部署を作ったりとか、社内で育成したりとか、まあ、徐々に変えてはいるんですけれども、今ではやはりまだ難しいところあります。結構やっぱり抑えないといけない範囲で、非常にここ数年で、あの、はい、広範囲化したっていうのが率直なところで、やっぱりそこであの、まあ、人間がついていけないというのは、特にクラウドからモバイルまで抑えないといけないというとね、これはきつい。率直に言うとこれは確かにきついので、まあ、やっぱり社内育成制度っていうのと、あとは、まあ、ある意味その会社を1企業を超えて、やっぱり業界全体でのやっぱりあの人材育成、そういうところをちょっと考えないといけないという時期に達したかなと思っております。はい、はい、ありがとうございます。それでは、アディシーフ。まあ、やっぱりその人が少ない、うん、まあ、足りないってところが大きいですね、うん、お客さんの要求に応えようと思うと、やっぱりいろんなものを同時に開発していかなきゃいけないんですけど、うん、なかなかその社内のリソースで、うん、まあ、開発できる人もそうですし、うん、そのできる人が同時にいろいろことをやってても、うん、なかなか難しいっていうのがあります、うん、で、まあ、事業者として結構課題だと思っているのは、うん、やっぱりサービスの信頼性と安定性だと思います、ね、うん、あの特にこうクラウドサービスが結構リリースラッシュが、うん、まあ、一昨年は去年とか、うん、結構多かったと思うんですけど、うん、あのストレージで結構あの苦労した事業者が多いと思うんですよね、うん、僕らもあの別に僕らも同じようにあのストレージで苦労したりはしてるんですけども、やっぱり共有環境でストレージってすごく重要だと思って、うん、まあ、あのそこにこう投資をあのかけるっていうのをやってまして、うん、あのまあ、だからこそこうお客さんに品質とか安定性という面で評価いただいているとは思うんですけど、それの設計がすごく難しいですね。で特にさっき言ったようなその爆発的なトラフィックを出す人とか、爆発的な IO を出す人とか結構いろいろいらっしゃるので、常にこうモニタリングしながら、まあ、忙しいホストを見つけては、まあ、そのちょっと上に移動したりですとか、まあ、そういったこう運用が難しいところですね。実際その、まあ、ストレージ系というと、今ストレージとネットワークって切り離せない状況になっていて、まあ、そこを含めてあの設計しないといけないので、これ、まあ、本当にどこの事業者さんでも持っている課題だと思います。こういうところは確かに品質と、まあ、信頼性につながるところなので、ぜひ、まあ、ある意味、まあ、業界としての、まあ、ノウハウを貯めたい。やっぱりあとは人材系ですね。それはもう本当にあの、まあ、私もこの業界に行ってですね、本当にあのご要望いただくところで、はい、このまあ、特にやっぱりクラウドになって、やっぱり技術の、まあ、広範囲化、抑えないといけない技術の広範囲化と高度化
して、まあ、ある意味こうできる人にまあすごい集中するようになってきたなっていうのはあります。で、まあ、そういうところでその、まあ、人材の要するに業界全体としての人材の育成、新しいその人材の輸入ってこういうところをちょっとやっていかないといけないのかな。そういうところをですね、ぜひちょっと皆様とご協力、いただきながらですね、進めていきたいと、まあ、これはクーパーの課題だと思っております。あと1個だけ課題で、まあ、1個だけで、いいです。やっぱりビッグプレイヤーの恐怖が結構課題かなと、うん、ちょっとですね、さっき林さんが言われたように、やっぱり価格競争って非常に激しいくなってきてて、現状そんなに僕らはその価格競争にあんまり落ちてないと思ってるんですけど、やっぱ今後こう、長いスパンで見ると、まあ例えばアマゾンさんですとか、まあ、Google さんとか、いろいろその世界でかなり大きいプレイヤーがいると思うんですね。でそこってこうスケールメリットをかなり生かしたサービス展開ができますし、当然それだけのこう売り上げがあるから人もいて開発のスピードも速いですし、でインターネットなんて国境はなんてないですが、あとネットワークの遅延がどんどん短くなっていくと、やっぱこうお客さんのサービスの選択も日本だけじゃなくて海外にも広がってくるので、そうなってくるとやっぱりこう非常に価格競争っていうのが起きやすい業界だと思って、そこに対してこうどういうふうに残っていくのかっていうのが課題ですね。そうですね。まあ一つはやっぱり価格っていうところと、もう一つはやっぱり開発力っていうところがあるかなと思ってます。でそういう意味で、まあ、今回まあ、たまたまというべきか、まあ、こちらに来ていただいている3社ともその、まあ、ある意味オープンソースベースであるクラウドスタックっていうのを採用されてまして、まあ、こちら結構やっぱり開発が早いなっていうのは率直自分も見ていると思います。でこれでその、まあオープンソースベースのクラウド基盤ソフトウェアというのは結構主流になってくるのかなと思っているんですけど、この辺りどうですかね。はい、そうですね、まあ、最近やっぱ IBM さんがオープンスタック採用するとかですね、あと HP がやり始め、あとレッドハットさんもやり始めとか、結構オープン系を採用する事業者が非常に増えてきて、まあ、今まではクラウドスタックを採用してるっていう形で、それが逆に優位性になってたんですが、オープンクラウドを使うということがコモディティ化してきた、ということになるので、今の昔の携帯でいう Android を使う事業者が増えてきた、というところがあったりするので、なかなかそこでオープン系で差別化を図るというのは難しくなってきた、というのと逆にポータビリティがすごい楽になってきている、ということなので、サービス自体そのことで競争力をつけていかないと、厳しい。なってきてるのかなという気はしています。ただオープン化の流れは非常に大きな流れになっているので、それに乗っていくっていうのは非常に重要というか、うん、そういう流れに乗っていかなきゃいけないなというのは感じたりしています、ね。この時、加藤さんいかがでしょう。弊社としては、まあ、クラウドスタックが一番コミュニティも盛んで、まあ、開発も早いということで採用をしたんですけれども、最近ですね、会うベンダーさんとかだとアメリカだとオープンスタックの方が将来性があると言われ始めてるみたいなことを言う人もいるので、そこはやっぱり非常に気にしています。でクラウドスタックもオープンスタックも使うとやっぱり同じようなサービスになってしまうと、林さんがおっしゃる通りなので、まあ、我々としては IaaS だけじゃなくいい、まあ、ネットワークだったりデバイスだったりその辺をどう絡めて差別化できるかっていうところにやっぱり非常に注力していきたいと思っています、はい、ありがとうございます。金本さんこのあたりいかがですかね。僕らも、まあ、オープンソースのクラウドスタックを使っている時点で、まあ、そもそもその OSS が差別化になるというのは持ってないので、やっぱりその上でどういうものを提供していくのかというのがやっぱり重要なので、まあ、僕らとしてはやっぱりこうお客さんのビジネスをやっぱりこうしっかり見て一緒にこうサービスを作っていくみたいな考え方を持っているので、まあ、オンラインでそのセルフでどんどん売れていくっていうのも当然こう求めていかなきゃいけないんですけど、やっぱりこうサービスのレイヤーを上げていく上で、お客さんと一緒にサービスを作っていくっていうのを重視して、まあ、やっぱお客さんのビジネスを理解していくってなかなかこう一社一社やっていくのってすごく難しいですし、なかなかこうスケールしないところではあるんですけど、やっぱそこからこうサービスを作って横展開していくみたいな、まあ、そういう流れをやっていくべきなんじゃないかなと思います。なるほど。確かにですね、まあ、結構やっぱお客さんのビジネス見てっていうのは本当にクラウド、まあ、
サービス企画においても非常に重要なところかなと思ってます。まあ、結構 Amazon さんもですね、やっぱりよく見てるなというのは率直に思いますね。あの機能のリリース順番とか見てる、まあ、そういう意味で、まあまあ、どうやってもですね、やはり利用者にとって使いやすいクラウドっていうのはあの皆さん共通されていると思いますので、ぜひこのあたりをですね、あの、見てお客さんのビジネスですね、役に立つ、クラウドですね、サービスですね、あの切磋琢磨して、いろいろですね、サービス拡充していただければと思っております。はい、それではですね、最後にですね、まあ、今後、ヤース事業者、これはっきり言ってヤースにとらわれる必要はなくて、クラウド事業者に求められる機能であるという要件、まさに今求められているというのもあると思うんですが、このあたりについてですね、まあ、一言ずつ、現状の方をいただければと思っています。はい、あ、もうこれです。はい、はい、まず多分今後の流れとしては、SDN とヤースとの関係は、ちゃんと考えていかなきゃいけないかなと。で、クラウドスタックもオープンスタックも、そういったクラ、SDN の、実装がかなりできているようになったので、こことどの SDN 系の、まあ、提供しているソリューション事業者と連携したりとかして、あとどういうふうにサービスメニューに盛り込んでいくかっていうのが、すごくこれから大きなテーマになっていくかなと思っています。で、あとはもう一つ上のレイヤーなんですけども、弊社あのクラウドファンドリーを使ったパースを提供して、それなりに引き合いをいただいているんですけども、もっとそれより上に、まあ、あとアプリケーションマーケットも含めて、まあ、最近流行りの VOIL とか Bring Your Own License とかですね、そういった形でアプリケーションのポータビリティまで含めて、クラウド事業者が提供するということも、考えていかないといけないかなと思ったりはしています。あとちょっと機能じゃないんですけど、やっぱりエコシステム系をしっかりやらないといけないかなと思ってまして、やっぱ最近ストレージ系のリードが非常に増えてきているという形で、ストレージはもうオブジェクトストレージはただの単体なので、そこのどう事業者と提供して、ユーザーに魅力、まあのて、まあ、魅力あるものを提供するかっていうのがすごい大きなテーマになっているかなと思ってます。はい、ストレージはこれから大きな、はい、流れになっている感じがします。はい、ありがとうございます。はい、どうぞ、まささん。今のクラウドが伸びているのは、あのお客さんの、やっぱり物を持っているものっていうか、まあ、共有して使うっていう流れですごい伸びていると思うんですけど、今後の大きな流れとしては、あの働く場所もですね、あの囚われずに、あの、まあ、固定されたオフィス環境がモビリティの世界に行くと思ってます。で、 KDDI も、まあ、そこであの最適なクラウド何かっていうのをすごい考えていて、まあ、認証だったりとか、まあ、SaaS が選べるだったりとか、まあ、そういったところを IaaS だけじゃなくて、あのモビリティを絡めて認証だったり SaaS だったり、あとはまあ PaaS だったり、まあ、そういったところをですね、あの展開していきたいと思っています。あとやはりあのキャリアがやってクラウドをやるとやっぱ信頼性が非常に求められてですね、あの本当にちょっと止まっても本当に許されないみたいなところがあって、本当信頼性をどうやって上げていくかっていうのは本当非常に今後も力を入れていかないといけないと思ってます。まあ、今までのまあエンタープライズクラスよりもさらにもう一歩上のところまでまあクラウドを見ないようにされたい。そうですね、まあ、最終的にはあのプライベートクラウドと同じようなあの信頼性をまあ共有型のクラウドでも提供できるようなところに行っても初めて本当にクラウドのビジネスが大きくなるのかなと思っています。まあ、このあたりは結構地道に重要なところだと思います。そう、はい、ありがとうございます。では金本さん。結構まあ似たり寄ったりのところはあるんですけど、まあ関連で言うとやっぱりそのクラウドによってこう抽象化されたサービスを提供していくので、お客さんから見えないところが増えてくると思うんですね。だからそういう意味でやっぱりこう信頼性必要で、結構透明性の高いサービスっていうのをやっぱ試行していく必要があるのかなっていうのは一つありますね。で、あとはやっぱりまあここに出てないことで言うと、そのお客さんのこう面倒なものを自動化してクラウドで提供してあげるっていうのがやっぱり結構必要だと思っていて、あのやっぱこうトータル そのユーザーエクスペリエンスっていうか、うん、そういったところは結構重要なんじゃないかなと思って、うん、そうですよね。あと、うん、で、まあ、そのお客さんが使うそのポータルを
そのエクスペリエンスを上げていくっていうことと、あとはやっぱりこうお客さんのビジネスってこうやっぱり上がったり下がったりするので、うん、まあ、そういったそのビジネスをやっていく上で必要なサービスを全部揃えていくっていうのが重要かなと思ってまして、まあ、スタートアップはやっぱクラウドから始まったりですとか、やはり途中でこうやはり大きくなるとデータセンターとのハイブリッドにしたりとか、その辺をこう簡単にサービスをこう切り替えていけるような、そういったそのトータルでお客さんのビジネスに合わせて提供できるようなものっていうのが求められているみたいな感じです。はい、ありがとうございます。大体実は自分もなんかこの辺り言いたかったんですけどもちょっとまあ結構皆さんにまあ本当にいいところを押さえてもらったなっていうところだと思います。で、まあ、これちょっとまあいろいろやっぱり結構 SDN ってまず一つあると思うんですね。で、ちょっとその SDN とヤースの関係ちゃんと考える必要ありっていうのはまさに私も実はその通りだと思っていて、結局 SDN でヤースとして何ができるのかっていうと、お客さんにどういうメリットがあるのかっていう、このあたりもう一つはっきりさせるタイミングに行きたいかなと思ってます。で、それをまあいかにサービスメニューに反映させて、まあ、お客さんのまあイメージの高いサービスを提供するできるかと、まあ、このあたり一つ重要なポイントかなと。で、あとはやっぱりアプリケーションマーケット、これで Amazon さんだとアプリケーションマーケット、まずマーケットプレイスもいらっしゃいますし、ニフティさんもまあそういうSaaSのあのマーケットプレスの、このあたり結構まあある意味社内エコシステムに絡むところなんですけども、まあ非常に重要なポイントになるのかなと。で、このあたりやっぱり各事業者さんとも、積極的に展開されたいというような形がある。はい、弊社としてはアプリケーションマーケットに力を入れていこうと、ただうちの事業でやるかどうか別として、うん、会社全体としては力を入れていこうと思います。うん、でこの前実は BCS とかニュースになったんですけど、パートナーと含めて100のアプリ、パートナーと連携してやっていくみたいなことも外向けに発信したりしていますので、そういったエコシステムを含めてアプリケーションのクラウドで動くアプリケーションをどんどん増やしていきたいというふうに思っています。そういう意味で言うとさっきの NTT データさんの事例なんかはまだエコシステム、まあ、そうですね、それはどっちかというともう大手、まあ基盤の、そうですね、エコシステムの一つですね。それとあとはサーズ系とか、そうですね、はい、この辺り、まあ、本当に、まあ、アプリケーションマーケットだとかエクシステムとか、まあ、いかに、まあ使ってもらえるシーンを増やすかっていうところ、あとユーザーにとって、まあ、簡単にシステムを、まあ、立ち上げられるようにするということが非常に重要だなと思います。で、信頼性向上自動化っていうところももちろんこっちは本当に重要なところなんですけども、あとやっぱり興味深いのはこのモビリティというところ、モバイルデバイスとの連携、今後結構でも KDDS の EU クラウドみたいな形でモバイルデバイスから、ある意味、標準でそのストレージ領域確保できると、こういったところが重要だと思うんですけど、やっぱり各社戦略としても結構重要なところになってるんですかね。林さん、いかがですか。弊社はクラウドだけじゃなくて、VOID 推進室っていうのを作ってですね、VOID 推進室っていうのを、Bring Your Own Deviceという形で、結構モバイル系の専門の部署を作って、Bring Your Own Deviceには自分の個人の端末を作って、いろいろモバイルとかスマホとかタブレットもできるような、そういったソリューションの提供をいろいろ提供し始めているんで、VOID って BOID これで、大丈夫です。BOID VYOD ですか、はい、分かりやすい、はい、これです、はい、形で結構そういうモバイル向けのものもやったり、あとは結構やっぱモバイルスマホとの連携とか、あとスマホで見れるようにしたいとか、結構いろいろ問い合わせあるんで、スマホとかモバイルに対応した、サービス設計とかデザサイトデザインも含めていろいろやったりして、ちょっと事業領域が広いように見せられて、僕はクラウドと全然専業なの で、 そうです、ね、まあ、なかなかこうデバイスのところまではいかないんですけど、ソフトバンクグループ全体って考えると、そういった連携とかはやっていきたいなと思ってますね。結構やっぱり今、結構キーになるところ、まあ、皆さんさすがだなと率直に思うとかって、キーになるところそれぞれ、まあ、やっぱり言ってたけど、
で、まあ、この、まあ、業界で言うとちょっとただやらないといけないことは多いんですけど、同時にやはりこの人材不足っていうところもあって、これはある意味こう、まあ、まあ業界全体として、ぜひ考えていきたいと思っておりますので、ぜひですね、まあ、そういったところでまたご意見であるとかね、ご協力いただければと思っております。お時間にもなりましたし、本日のですね、第9回クーパーカフェにつきましては、この辺で、終了させていただきます。皆さん、大変ありがとうございました。ありがとうございました。はい、大丈夫です、そこは焦ってないです。で、で最後おまけではありませんけど、次回ですね、次回7月のテーマはクラウドビジネスというところですね。まさに今日ですね、結構話してた、まあ、まさにあのアプリケーションマーケティングというところですね。SaaS 系、今後ですね、ますます伸びると思われる SaaS 系の、実際にですね、取り組んでいらっしゃる、2社の、方々に来ていただく予定です。スマイルワークスの坂本さん、まさに事例で出てましたけど、来ていただく。で、あと、船井総合研究所の理事に、来ていただきます。日付、7月17日、水曜日の19時半から、同じくこの、ユースリームの方で、視聴できますので、ぜひもですね、お時間がある方はですね、ぜひ見ていただければと思っております。それではですね、本日は、長らくありがとうございました。ありがとうございます。It's just the way I feel about you, baby. That's it. Pure and simple.Just the way I feel about you, baby. That's it, pure and simple. It's just the way I feel about you, baby. That's it, pure and simple. It's just the way I feel about you, baby. That's it.Pure and simple. It's just the way I feel about you, baby. That's it. Pure and simple. It's just the way I feel about you, baby. That's it. Pure and simple. It's just the way I feel about you, baby.Simple. It's just the way I feel about you, baby. That's it, pure and simple. It's just the way I feel about you, baby. That's it, pure and simple. It's just the way I feel about you, baby.Simple. It's just the way I feel about you, baby. That's it, pure and simple. It's just the way I feel about you, baby. That's it, pure and simple. It's just the way I feel about you, baby.Simple. It's just the way I feel about you, baby. That's it, pure and simple. It's just the way I feel about you, baby. That's it, pure and simple. It's just the way I feel about you, baby.Simple. It's just the way I feel about you, baby.